フォードモーター。フォードモーターは CES2022、フォードマスタングシリーズの新型 EV、フォードマスタングマッハ E、ムスタングマチ E を出展した。マッハ E とは、1970年代の2代目フォードマスタングに用意されていた高性能モデル、マッハ1を連想させるネーミングだ。フォードモーターは2022年までに電動化に110億ドル以上を投資する計画だ。この投資によってフォードモーターは電動車両のラインナップを拡大する予定。2022年までに全世界の電動車ラインナップを40車種に増やし、そのうちの16車種を EV にする計画を掲げている。この16車種の EV の一つがマスタングマッハ E だ。マスタングはフォードを代表する伝統のスポーティカーであり、マスタングマッハ E はパフォーマンス志向の電動 SUV になる。マスタングマッハ E には永久磁石モーターを搭載する。最大出力は 332HP、 最大トルクは 57.6kgm を引き出す。駆動方式は後輪駆動または4WD を用意する。フォードモーターによると 4WD の場合、0から 96kmh 加速はポルシェマカンのベースモデルよりも速いという。マスタングマッハ E にはモーターの性能を最大出力 459HP、 最大トルク 84.6kgm に引き上げた2つのパフォーマンスバージョンを設定する。GT は0から96kmh 加速を4秒以下で駆け抜ける。フォードモーターによると、この加速性能はポルシェ、マカンターボよりも速いという。GT パフォーマンスエディションは、ポルシェ911、GTS に匹敵する性能を目標に掲げる。0から96kmh 加速は 3.5 秒以下を目指している。こちらは2021年春に市場に登場する予定だ。 4WD システムは前後の車軸に独立してトルクを分配し、後輪駆動モデルよりも優れた加速とハンドリング性能を追求する。フォードモーターは 4WD システムをチューニングして、トラクション性能や雪などの滑りやすい路面でのコントロール性能を高めた。マスタングマッハ E は米国ノースカロライナ州にある同社のレーシングシミュレーターにおいて、フォードパフォーマンスチームがチューニングした最初の生産車両になるという。マスタングマッハ E には2種類のリチウムイオンバッテリーを用意する。288個のリチウムイオンセル仕様が蓄電容量 75.7kWh、9376個のリチウムイオンセル仕様が蓄電容量 98.8kWh だ。後輪駆動モデルの場合、1回の充電での航続は最大 483km を目標に掲げる。バッテリーは車両の床下に配置され、マイナス40度という低温でテストされた。この水冷式バッテリーは衝撃吸収構造の防水バッテリーケース内に搭載される。充電は車載のフォードモバイルチャージャーの 240V コンセントを使えば、1時間あたり 35km 走行分の容量を充電できる。コネクテッドチャージングステーション利用すれば、 240V コンセントで1時間あたりおよそ 51km 走行分の容量を充電することが可能だ。 DC 急速チャージャーも利用できる。出力 150kW の場合、およそ10分間でおよそ 75km 走行分のバッテリー容量を充電できる。DC 急速充電ステーションでは、およそ38分でバッテリー容量の 80% を充電することが可能だ。また、
コネクテッドナビゲーションシステムは、ドライブ中に公共充電ステーションを車載モニターに表示し、ドライバーに最も便利なポイントで充電するように促すという。スタングマハイは、2020年遅くに市場を投入される予定だ。最初に導入される発売記念車のファーストエディションは、すでに予約完売。国の顧客の8割は大容量バッテリーを選択し、3割は高性能な GT を選んでいるとしている。